よし。鳥柄ババア配信やって生きてんな。面白かったで。やっぱりよ、まあ、俺は人のことはあんまり悪く言いたくないけどよ。なんかね、あんたな、あんたそれあかんでって始まったから、もっとちゃんとしいや、みたいな。いや、悪いんだけど、俺はもう長いこと配信やってきて、これでやってるからって、そんなこと言わないでよって。いや、あんたそれあかんよって言われたの。私があんたを変えてやるとか、もうさ、そんなこと言われたってさ、もう邪魔くせえじゃん。いや、もう結構ですになっちゃうんだよ、俺。うん、めんどくせえな、つって。酒飲んで話しても。わかる？変えれるわけねえじゃん。あんたに俺を変えれるわけねえだろっていう話。バカなのかな、この人って思って。ああ、めんどくせえやつだ、と。なあ。俺はただ、俺の放送が好きで、楽しく、話してくれるリスナーがいてくれりゃ、それでいいだけだから。ユモになんかさっきブロック入れてやったよ。あいつよ、クソ野郎よ、向こうでよ、コメント打ってたよ、俺覗いてたんだけど。あいつもクソだったな、やっぱり。うん。ざまみろ、バカ。おめえなんか二度と俺の放送なんか見んなよ。マスカラいらっしゃい。だろ、ゴド。なあ、ブロック入れたから。ああ、もう即刻ブロック今日入れたよ。なんだあいつ。いや、疲れる。もう、早口に疲れる。あれ、放送切っても、あんだね、あんだね、ねえ、あんな、何が悪いか分かってないでしょ、みたいな。もう、うるせえな、こいつって。うん。まあ、だから、もう会うことはないかもしんないね。うん、ガチで。それでいいじゃん。ただ、今日は放送外で話してみたらどうなのかなって思ったけど、ああ、放送と変わんねえなって思って。放送なしでもあのテンションだよ。変わんねえ。池ちゃんがね、池ちゃんって誰だよ、知らねえよ、そんなのよって。俺に池ちゃんがねとか。ね？し、ね？沼神っていう人がね、とか。もうさ、そんなこと俺に言ってきたって知らねえよ。てめえで処理しろよ。めんどくせえな。ほんとよ。邪魔。マジで。ゼルワンもね、ゼルワンもね、イギちゃんもね、アンチがすごい多いの、とか言って。
それはてめえでやってんだろって、俺知らねえよそんなやつのことよ、いちいち気にもしてねえよなっちゃうだろ。分かってねえんだよ。まあ俺はこれ30分で切るけどな、とりあえず俺今日はああじゃねえこうじゃねえ、なんで俺がここまで言われなきゃなんねえのかなって思っただけ。あんたはねって始まったから、もうパターンだよ、 なんであんたはねって言われなきゃなんねえのかなと思って。お前は俺の何なんだよって。邪魔くせえな。おう桜島、いつもありがとう。私があんたを改造するから。いやそれ無理だよ、何言ってんのって。いやあんたもっとこうやって放送した方が、だって放送のやり方を俺にノウハウを脳がき垂れ始めたから、もうこれもうよやめろよって思ったもん。ふがありがとう。あんたはリスナーからね、風船上がったらちゃんときちっとね、ね挨拶した方がいいよとかね、もう脳がき垂れ始めたからね俺に。あんたそういうとこはダメなんだよ、そらあかんよって。いくらだってみんなね、いくらでもお金払ってんだから、あんたそういうとこはダメなんだよって。もう始まっちゃってよ、はぁみたいな。いやうちはそういう体じゃないんで。いや俺の配信のやり方に脳がき垂れやがったなこいつって思って、鳥柄よ、ほんとババアよ、うるせえなと思ってまあもう会うことはないと思いますよ。いやだから配信のことなんか何も知りもしねえくせしてよ、ああじゃねえこうじゃねえ、俺の配信のやり方に文句つけてくるのはどういうことっていう話。それはさ納得いくことだったら俺もまあそりゃそうかもしんねえなってなるけど、いやまあ五度よ、だからそう思っちゃうんだよ俺も。だって俺だってあの人はもともと俺のリスナーだったわけでしょ。でおね、だから別に俺はもう別にどうでもいいわけ。サムさんね、まあここ何ヶ月か俺の放送見てる人は分かってるはずだから、急にコメントをバババって打ってきてるわけだから。で今日俺はっきり言ってやるよ、あいつがオフレコで言った言葉、配信外で、うなちゃん金儲けだよふわっちは、もっと稼いだ方がいいよって言ったから、ああそういうことかって、これ確信ついてんなって、もっとうまいことリスナー使って金稼いだ方がいいよって言ったからね俺に。いや俺はそんなことはしねえから、わかった、俺はそんなことはしないよ。もうビンゴだよ、金儲けって言ったから。
ふわっちなんてこんなの、金儲けなんだから。始まったから。いや、俺、まあ、確かにここで食わしてもらってるかもしんねえけど、って。余計な金はいらないんだよ、って、俺は、って。きつい時は、リスナーに助けてもらうこともあるかもしんねえけど、って。言ったけどね。いや、もうバンバンもらった方がいいよ、って。始まっちゃってよ。いや、俺いいよ。あんた何言ってんのって始まったんだよ。だからもう疲れちゃってさ、もう俺帰るわっつって。俺別に、そういう話しに来たわけじゃねえし。私はね、商売もやってるから、ふわっちなんかでどうのこうのって、お金がどうのこうのって思ってないけど、そっちは、これで食ってんだったら、もっと、ガンガン、ね、金稼げばいいじゃん。ねえ。私が、あんた、やり方、ね、うまいことを教えてあげるよって始まっちゃったんだよ、お前。いやいやいや。うまいことのやり方、あんたがどんなうまいことのやり方なのかをもう、いいよ、結構ですって感じ。これふわっちの AI なのかわかんないけどさ、アンチがバン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 さ、佐野が誰かディスってるよって言って、俺がね、今配信落っことされたの。だからもうその話は終わりね。ただ、みんなにも説明は必要じゃん。どうなったのっていう。そうでしょ？だって、枠やってなかったわけだから。何があったのっていう話だから。だからもうそういうことだから。はいよ。みんな。把握した？そう思ってくれりゃそれでいいよ。以上です。はい。いや、それは運営的には、あくまでも一律こうしなきゃっていうのがあるから、でも、枠は切ってるけど、次枠は開けさせてくれてるわけだから、ああ、そういうことかってなるから。まあ。ありがとうね、みんなもね。いつもね。いや、だからリスナーからもっともっと金引っ張っちゃえばいいよ、みたいな言い方されたらさ、何言ってんだよって、俺そうじゃねえからって言ったんだよ、今日も。配信外で。ひでえだろ？なあ。もっと、うまいこと、アンチもね、取り込んで、うまいこと言ったら、
ね、お金も引っ張れるんだからとか言って、いや俺そういうことをやろうと思って配信やってるわけじゃねえからっつって、あんたねってこんなの金稼げなきゃ何の意味もねえよって言われたから、もう、ああ、わかったわかったって感じ。俺はそうじゃないから。ブラックいらっしゃい。俺は数字が欲しいわけでもないし、なんだろう、毎月、べっこりお金が欲しいわけでもないし、ただ最低限ギリギリでやってけたらそれでいい。それでいいだけだから。だからあとはみんなと仲良くやっていきたいだけ。余計なやつはもう全部ブロック入れていく。うん。必要ねえやつはな。ゆきんこいらっしゃい。まあなんか俺のことをよく分かってねえみてえだけどね、なんだろう、津波の件だってなんか言われたんだよ。あんた本当にそんなこと言ったの?とか言って言うから。あ、言ったよって。それは、流されたやつがパータローって言ったんじゃねえんだって。ちゃんと言うんだけど、もうそこだけ切り取りだよな、やっぱり。うん。なんで、もっと事前に逃げれた人たちがいるのにって、助かってる人がいるんだからもったいねえんだよ。だから俺が言ってんのは気持ちわかる?あの震災のね、もったいないんだよ。ただそれだけ。あ、ミーはわからんのか。うん、わかんなかったらいいよ。俺のリスナーでも、わかってくれる人もいると思うし。だから、ほら、始まったよ。だから、お前よ、お前らよ、ミーがどんな奴だか、だんだん分かってきたろ。俺ね、今日ね、オフレコで飲んで喋って分かった。ね、はいという素直な心にって言った前のババアいたろ。なあ。そっくりだぜ。ああ、こいつもあんなやつだって思った。ああ、もうダメだよって。お前そっくりだね。なあ、あんたねって。始まったよって。俺のことあんたねって始まったから。ああ、みんな笑ってんじゃん。似てんべ。な、あんたもっとこうしな、あんたもっとこうしなって始まるんだ。ウケんだろ。まあ、とにかく俺は変わらないよ。このまんまでいくよ。
だってこのまんまの俺じゃないとね、みんな面白くねえじゃん。じゃあよ、俺がもっとよ、一配信者に言われたことを言うこと聞いて、な、変わった、ね、トークになったら、変わった、アンチに対する対応になったら、みんながどう思うかの話だよ。今までいた人が。だから津波で流された人を、馬鹿にはしてないんだって。俺は馬鹿にしてないんだよ。そこが、あんたは分かってね、馬鹿なんだって言ってんだ。馬鹿にしてんじゃねえんだよ。馬鹿なんだって言ってんだよ。な。俺は馬鹿にしてんじゃないんだって言ってんだよ。馬鹿なんだって言ってんの。これね、みんなね、よーく俺の言ってることはトークは聞いててね、これはね、バカにしてると、バカなんだよって、もったいないんだよっていうこと。だから人間死んだら終わりなんだって。だから俺いつも言ってんじゃんかよ、死ぬまで生きろって俺が言ってるじゃねえかよ、みんなにも。そうじゃね？なあ。だから、ミーが謝れ謝れって言ってるの、これはよくわかんねえよ。福島ババアみたいになっちゃってるよな。もうこうなったらな。愛？愛を知らんのか？知らないね、俺は。うん。むしろ俺は孤独でいいと思ってるから。そんな俺に喧嘩売ってくんなよ。もうおめえはおめえで頑張ってやれよ。謝れとかよ。だって、もったいねえだろ、だって。死ぬまで生きろだよ。這いつくばってでも、生きろよ。うん。と思うよ、俺は。ほら、結局、見てみ。はい、開き直り出ました。こういうのがアンチだよ。もうこうなっちゃうとアンチになっちゃうんだよな。うっけんべ。さっきまで一緒に飲んでたのにこうなっちゃうからね。ああ。超ウケんだけど。なあ。トマト、だからそれも俺はちゃんと説明してるんだよ。うん。まあ何にしても、うん、俺のアンチになりたきゃなればいい。ああ、特命係長ありがとう。特命係長、まあ決まった、花見ありがとう。なんて言われたかわかる？今日、オフレコで。大して花火も上がんねえのにって言われたからな。はぁ？みたいな。マジで。ほんと。
俺さ、そんなこと考えながらやってるわけじゃないんだよ。ほら、言いましたって言ってんじゃん。な、俺は困ったらみんな悪いけど、ちょっと今月ちょっときついから頼むわって言っときゃなるけど、それ以外は俺言わねえよって。だから風船とかいらないんだって言ってんだよ。なんでかって言ったら、風船なんか上がるよりコメントと俺会話したいの。風船なんかバン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 上がってね、コメントが流れるのが嫌だから。今困ってないならもらわなければいいじゃないですか。いや、俺今一言でも、なおさん花火くれよって言った？これはあくまでもリスナーがちゃんまよって、いや気持ちで打ってくれてんじゃん。そうじゃねえの？ねえ、そうじゃないの？それはそうだよ。俺だって自分が苦しくなったらみんな頼むわって言うよ。そん時は言うよ。みんな悪いなって。だから六作分かってねえんだよ。うん。もう、ダリ、ちょっと待って、おかわり取ってくるわ。だから、この人はまだおばちゃん分かってないんだよ。鳥柄分かってないの。配信のことは。で、俺に井戸が聞かれて言ってくるから。だから下手に金持ちだから、ね、金持ってっからあんたはねって始まっちゃうわけよ。だからどっかの昔いたババアみたいに、あれに似てんなと思って。はいという素直な心とか。お前誰に言ってんだこの野郎。ふざけやがって。あんたはねって始まったんだ。関西の女はダメだな。全部。ウケんだなお前ら。そっくりだね。なあ。そう思わねえ。そうだろう。違うよ。おっさんとかババアとかじゃなくてね。うん。だから頑張ってミーもやれやいいんだよ。なんかカッカカッカすんなよ。ただいま、あんたたち行くわよ。いいわね。ケビ。俺はそんなにカリカリはしないから。俺は、あって思って、頭きそうになったら、さっと下がるタイプだから。だから今日だってもう、さっさと帰ったでしょ。じゃあね。私が正しい人は1、間違えてる人は2。それは自分の放送でやってくれよ。な。な。それはここであなたが言うことじゃないよ。だから閉店やったやろ。もうその次もう一軒行こうかもうないだろ。もう俺はさっさと帰りたいんだよ。
俺ね、あんたタクシーで家まで送ってやるよって言われたから、ああ俺チャリンコ止めてるから、じゃあそこまで行くわって言われて、どれやあんたのチャリよ、ああこれ15万ぐらいのチャリだよ、電チャリなって、これ15万もすんの、ああって、あお前が言ったんじゃねえか、するで、お前が聞いたんじゃねえかよ。だから関西人はすぐ値段聞くから。これいくらすんの？うなちゃんは謝ってる時は確かに謝ってる。そうだよな、土下座の佐野って言われてるぐらいだもんな、ナオさん。もうこの人アンチじゃん。完全にアンチだよね。ああ。だ、もういいよ。もう来んなよ、俺の放送に。自分の放送頑張って、やれや。俺はもうお前の放送行くことねえから。な。なあ、俺人に頭下げるもんな、自分ミスったらな。なあ、どうもすいませんでした、とか。もう怒んなよ、ミーは。わかったよ、なん、カリカリすんなよ、もう。ゆっくりしいや。俺は、もうゆっくり、俺のリスナーと、ね。なんだよ、俺。俺は、俺のリスナーとゆっくり楽しんで、いや、今日は会って、な、あんたの悪いとこはって言われたから、いや、そんなことはね、今までもいっぱい言われてんだけど、治んねえからよっていう。俺はそんな治すつもりねえからって話。おう、下がりいらっしゃい。だからこうやってさ、下がりだって、7だって。だから、ミーはなんで俺を治そうとするのかがわかんない。離れていけよ。なあ。みんな、だってここにいるさ、ちゃんまんリスナーからしてみりゃ、もうさ、ちゃんまん改造計画なんて誰も考えてないんだよ。うん。なあ。俺にパータローって言いやがったからな。まあ、確かにパータローかも。しんねえけどよ。どうも、みんな。コメントあげねえともうこの枠で終わるぜ、俺。もう気分悪いから。もうちょっとよ。おいちゃんに、コメントあげてくんねえと。ああ?みたいな。いや、いいんだよ。だから、損してるからとか、いいんだって、損なんか。俺は得しようと思ってやってるわけじゃないんだよ。うん。ね。なんて言ったと思う？あや！
特命係長ロケット。あざーす。ありがとうございます。俺の、毎月の生きるお金になります。ありがとうございます。もしも、佐野、俺もやってやるよっていう人がいたら、よろしくお願いします。あざーす。ちなみに風船はいらねえから、俺の放送は、ああ、なあ、ロケット上がっちゃったから延長しとこうかな。ありがとうございます。まあいいよ、もう。うん。だから、みーちゃんは、レンジ君、いつも潜ってますけど、うなちゃん大好きです。潜ってねえでコメントすりゃいいじゃん。おい、読んでやるよ。読んでやるよっていう言い方はおかしいな。読むよ。レンジ君ありがとう、まあの、決まった。あらーす。ありがとう、レンジ君。ありがとうございます。レンジ君、今度、ロムってねえで、なんか、気になったことあったら、コメントは打ってよ。うん。うちのリスナーは、レンジいらっしゃいとか、普通に、言ってくれるから。おー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 みたいな。みんな仲良しだから。ああ、ななちゃん。ななちゃんもいつもありがとう。ななちゃんありがとう。まあ、決まった。あらーす。ありがとうございます。うん、レンジね。ああ、そっか。俺の店に来たことあんだ。ありがとうね。ナナちゃん仲良くしてほしいな。やめた方がいいよ。俺とリアルで会ったら、すぐに、エロいことしちゃうから。うん。ひひひ。アウティだからね。うん。おいちゃんはね、地味にエロいから。みーさんと仲良くしてほしかったんですが、いやー、やっぱね、ちょっとね、あんたはとか言われると、ああ、別に、俺付き合ってもいねえのにあんたはって言われたくねえし、ああ、ってなるじゃん、普通に。ねえ。だから課金してようがしてなかろうがいいんだって。俺に課金しなくてもいいよ。分かったよ。もう俺の女になってんだったらね、外の飲み屋行って放送もやってねえのにあんたねって言われたら、そこの店の従業員だってこの人どういう関係なのかなって見るわけじゃん。うん、俺は静かに喋ってるよ。
喧嘩はしないよ、そこでは。もうこれはもう店が終了するまで聞いとかなきゃしょうがねえな。あんたね、ふわっちなんてね、ね、もっともっと稼いだ方がいいんだからとか、こんなとこ。いや、俺はそうじゃねえから。風船だってなんだって、もらったらありがとうも言えないような人間なのあんたは、とか言われたから。だから俺んとこは風船いらねえんだよ。ね、わかった？これで今日のことの顛末は。だから俺はあの細いアイテムもいらないし、あとイベントもやらないでしょ。だからネスレネスレネスレとか、そういうことやりたいやつはやっときゃいいんだよ。ああ、お前はそういうことやっときゃいいんだよ。な、人間が何人来てるかとかよ。な。人気者になりたきゃ頑張ってやれよ。いいよ。ナイスルーは確かにうるさい。うん。そうだよな。だから俺言ったの。じゃあよ、耳障り悪いじゃん。寝しる、寝せ、寝せ。パパありがとう、パパありがとう、パパ。あんなの夜中に言われたらよ、ヘッドホンで聞いてるやつはよ、イヤホンで聞いてるやつは、うるせえ、このババアってなるよ。な？だけど、だけど、フラットバー。あの、眠る、決まった。あらす。ありがとね。とか。これはうるさくないだろ。なあ。ここですよ。聞き心地の問題ですよ。減るか減らないかの。あ、でも今日は、あ、でも、みーさん、今日も、焼き鳥屋で、あの、焼酎、あの、5杯、あと、ネギ焼き2本、おごっていただいて、ありがとうだ。うらっとば、あの、眠る。